カナダのフリーダムコンボイに触発され、2月23日、アメリカのピープルズコンボイの車列がカリフォルニア州から首都に向かって出発しました。すでに世界各地に広がっているこの運動は、ワクチンの強制接種やロックダウンといった強制的な感染対策措置の解除を求め、人々の選択の権利を守ることを目的としています。2月23日、大型トラックのドライバー約1000人が、 カリフォルニア州アデラントから出発しました。アメリカ大陸を横断して3月上旬にワシントン DC に到着する予定です。活動の主催者はピープルコンボイと名付けられたこの活動はカナダのフリーダムコンボイの後継運動であると語りました。私たちには集会を開く権利があり抗議を行う権利もあります。この国で 弾圧されてはいますが、我々には言論の自由があります。1>, 1月下旬、カナダでは全土の大型トラック運転手が首都オタワに集結し、連邦政府のワクチン強制接種命令に対する抗議デモを3週間以上続け、その影響はヨーロッパやオーストラリアなどにも広がりました。その後、カナダのトルドー政権は、緊急事態法を発動し、デモ隊を暴力的に解散させました。 今週初めにカナダのドライバーが首都から撤退しているとき、アメリカではピープルズコンボイがすでに形を成しました。この活動の主催者の一人、モーリン・スティール氏が新党人のインタビューに応じました。私たちは非常事態宣言を解除し、憲法を優先し、説明責任を果たすことを求めます。私たちはアメリカ経済の復活を望んでいます。 中共ウイルスによる世界的なパンデミックにより、アメリカ政府が2020年3月に国家非常事態を宣言してから23ヶ月が経ちました。バイデン大統領は2月18日、非常事態宣言について今年3月1日の期限後も延長すると発表しました。しかし最新の世論調査では、厳しすぎる感染症対策の解除を求めるアメリカ人が増え続けています。 モンマス大学の世論調査では10人中7人がウイルスと共存し普通の生活を送るという考え方に賛成していますまたモーニングコンサルト社の世論調査ではワクチン接種の義務化に対する支持率は昨年9月から今年1月下旬までに約10%低下していますピープルズコンボイの主催者の一人マイク・ランディス氏は 先日公開した動画の中で、ピープルズコンボイはワクチンに反対しているのではなく、本人の同意のないワクチン接種など、市民の自由が侵害されることに反対していると述べています。モーリン・スティール氏は新党人に対し、ピープルズコンボイはカナダ人の経験から教訓を組み取り、すでに準備を整えており、コンボイが安全に、合法的に、平和的に更新できるよう、 弁護士や安全専門家がサポートしていると語りました。道中の地方自治体と警察には事前に連絡を取っています。また私たちをサポートしてくれる弁護士もおり法律の範囲内で活動できるようにしています。カナダのトルドー首相はデモに参加したトラック運転手を受け入れがたい意見を持つ人種差別主義者や 女性差別主義者であると断じました。スティール氏は今回のコンボイにはアメリカ内のあらゆる階層の人々異なる信仰や人種の人々が集まっていると述べていますこのコンボイはあらゆる階層の人々を代表していますこれはトラックドライバーによるコンボイではなく人々によるコンボイですアメリカのトラックドライバーが戦闘を引いているのです 報道によると、西部のカリフォルニア州のほか、東部のペンシルベニア州からもトラックの車列が首都に向かっています。トラック集団のデモに対処するため、アメリカ国防総省は首都ワシントンに約700人の州兵の配置を承認しました。州兵は、ワシントン DC の自治体や議会警察を支援して、連邦議会議事堂周辺などで交通整理に当たるとしています。 なお、3月1日には、バイデン大統領による初めての一般教書演説が、上下両院合同会議で行われます。NTD ジャパンがお伝えしました。